長春包囲戦とは、中国国民党軍によって守られた長春市に、対して中国人民解放軍によって行われた、包囲作戦のことである。1948年5月23日から10月19日までの150日間、続いた。長春包囲戦は、両親戦役の一部であり、長春の陥落につき両親戦役の第一段階が、終了した。 中国共産党の作戦で、長春に長期食料を封鎖したため、中国国民党軍以外の約30万人の一般民衆も餓死に追い込まれた。1948年5月23日、人民解放軍は、中国国民党軍に守られた長春に対して、包囲を敷き始め、空輸を停止した。包囲の間、人民解放軍は林氷によって敷きされていた。 林平は、はじめ、4月に、長春を攻撃するつもりであったが包囲が完成した。あとは、彼の注意は、他の都市へと移った。林平は、最終的に10月には、長春を陥落させるつもりだった。毛沢東は林平に、先の都市では5ヶ月もかからなかったと林平を、尚称する電報を送り、林平に、金州を攻めるよう命令した。 その後、禁州陥落の情報が長春に届き、国民党軍の指揮官の帝道国将軍は、大部分の幹部と共に、中国人民解放軍に投降した。この中国国民党軍第60軍及び新大7軍の投降によって1948年10月19日に、中国人民解放軍が長春に入り、150日に及ぶ、包囲戦は終了した。 帝道国らは、毛沢東個人の命令で、人民解放軍のポストが与えられた。包囲の下5ヶ月にもわたる間、人民解放軍が役に立つと判断した人以外は一切外に出さず、人道のために内部に食料を持ち込もうとした人々を即座に銃殺するほど、徹底的に人民解放軍は兵糧攻め作戦を行った。その結果市内では餓死者が続出した。 最終的な合死者は33万人に達し、国民党軍が降伏する間の5ヶ月間に約50万人だった、市内の人口は17万人ほどまで減少した。人民解放軍が市内に初めて入ってみた光景は、合死者の死体の山だった。遠藤誉れ、チャーズ中国建国の残下、2012年12月、ABC 福島香織、教科書改訂で、 毛沢東の文革再評価、修正権の狙い。https://biznes. 日系 .com/.atcl/.opinion/.15/.218009/.092500176/.2021 年7月5日閲覧ウェスタッド、オッドアーン、デサイシブエンカウンターズ、ザ・チャイニーズ・シビルー。 1946から1950、スタンフォード・ユニバーシティ・プレス、2003、P194、ウェスタッド、P197、エビ、中国共産党による、長春包囲戦70年目の真実、長春飢餓戦争が上司、大紀元時報、2020年7月17日閲覧、遠藤誉れ、 チャーズ中国建国の残価 P1532012 年12月ポンフレットジョンレッドアーミースターブド15万チャイニーズシビリアンズブックスセイズアソシエーテッドプレスザシアトルタイムズ2009年10月2日 URL http://community.seattles.nwsource.com スラッシュアーカイブスラッシュデートイコール1990万 1122& スラッグイコール110万54872010年11月13日閲覧、遠藤誉れ。 チャーズ中国建国の残価 P1812012 年12月。ありがとうございます。